こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才投手作成、右投げ左打ちの投手、フォームは一ノ瀬、好きな球団は守るくんから伸びまたはジャイロ狙いで巨人でいきたいと思います。ということで今日も天才カード残り1枚になってしまいました。頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。なかなかいいですね。コントロール低いけども136キロ最高値、そして回復はないけども宝箱やる気、新しい変化球いいですね。ただ赤を踏まなきゃそっち行けないのか。そうなったらばシャッフルだな。球速3球、ハテナマスからの球速は最高です。さあどうだ。いいねいいね。これでこのハテナだけかいけないのは。そうなるとちょっと2%、本当に 2% なのかと思うぐらいのね 2% ですね。動画化してる中でもねしょっちゅう 2% ね引いてると思うんですよ。なのでちょっと勘弁してほしいところではある。はい、回復、そしてはい拾う、きた変化球強化強い。あーそうなるとちょっと行きたいよな。ハテナは残すなと。お残しは許しまへんでと。きた、素晴らしい。やる気ボーナスもあり変化球強化もある。これはもろたね。もろたで駆動、せやかて駆動。どうしよっかな、この動きだな、この動きだな。球速は絶対取っていく。2段階いかねえのかい。で回復するじゃん。拾うコント、あオッケー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 。これでヒーリング、それとね変化球強化落とすことはなくなったと信じていますので、犠牲カードと思ってコントロール強化は残していく。はい、いいね、新しい球種、あ違うシュートか。そうなったらどうしよっかな。マップの形がねちょっち悪いんですが、これ絶対踏まなきゃいけないでしょ。やる気ボナをね全開にしてからね変化球いきたいなという希望はあります。なのでやっぱりねいきます。やる気を上げてから、これで回復量オッケー、すばらすばら。そしてはい青、どうだ。いや強い、これさもうね2個で1-2でいいわけだから。はいオッケー、勝ちましたね勝ちました、あざす。そして選手に合う脱三振かな、回復かオッケー。で回復するじゃん。やばいねやばいね、いけるか変化球。中川さんナイスカーブ、やばいやばい、いける ?1,2,3,4,5 ダメですね。いやーもうこれは悔やまれるな、悔やまれるな。畜生、変化球7にねしておきたかった。さあどうだ。OK、 3球締め強いね、引きがいいですね。はい拾う、フット OK、 フットは強いぞ。そうなると回復する、オッケーで、新しい球種はねえわでも2段階いったんでオッケーでしょ。で宝箱は行くと、スタミナマイナス3、球速変化球偉人伝、牽制に逃げ玉と。まあよくもらうものではあるからね、あまり喜びはしないけども、まあもらえるものはもらっておくスタイルね。まあそれでもね肩とか守備、宝箱の位置というかマップの形が悪すぎ、うち死ぬなよ。あーいいねいいね、これありがたい。でシュート、あ菅野か。菅野さんバント丸来ましたね。ただマップの形が笑っちまうな、笑っちまうぐらいやべえな。宝箱よし、そしたらどこよ、来いや。吹っ飛ばしがあるんで、もうねとりあえずまずここで回復して宝箱取って、もう一回回復してシャッフルして変化球取って、いやシャッフルして変化球と回復を取ると、もう完璧ルートよ。勝ちルートが見えている。制球力で録音される、四年会で回復量3、それは無理だな、それはどうあがいてもここまでもいけねえからな。やめよう、帰ろう。野球マンは温存しておく。さてと特能もね結局あんまり入っていないんですが、ハゲか来た、ハゲが来た、
ハゲが来たけど新しい球種というか大変化ですね。まあ、まずは回復と宝箱行っちゃってもいいと思いますね。これは2位。マジか、なんでそんな渋いの回復量が。急速、ねカレンさんにも会いたいんですけど、マップの形が悪すぎて。うわー、ここ通過つらいもんな。そうだね、これ急速だったら許されるけど、カレンさんが、あ、ルートなかったんか、そこ。となるとこっちからハゲを、ハゲに合う、ハゲに合う、ツルツルハゲに合う。さあ成功してロマンになれ、ロマンになるんだ。よっしゃー、つえーつえーぞ。600オーバーで、シャッフルそこにしかねえのか。第2変化取るにもなかなか辛いし、そうなると宝箱行くか。うーん、水木、まあいいよいいよいいよ、全然いいよ。真上、あーっと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 、これは、あ、でもそこ結構ね、上に行くしかないね、右か上にしかないルートだから、ありっちゃありなんだね。あ、意外と下に行くわ。積力、いや、ゴミ1って、これ上来るかな、上来ねえか。うわー、どうだろうどうだろう、このまま下に頼む。よっしゃい、これで77ですね。いやー、いい変化球お化けで、これ取ってから急速に変えたいなと思うんですが、多分無理だね。急速は結局踏めないですね。急速にできたらいいんだけど、青強、変化球がね、あ、それそうだわな、先取らないとね、上げるものがないとね、無理ですからね。で、変化球取ってドロップ、いいね、カーブドロップ700いったな。これそうなるとここはどうするか、急速いくじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13はダメです、13はあかんです。そうなると、あーっと、スタミナあと1上がるから大丈夫。急速いってヒーリング、よしで、ヒーリング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 が動けばさらにここもいけると。どうだ、いや動いた。で、急速に変える、うーん、変わらんか変わらんか、タイミングが合わんかったか。これでおしまいですね。いや、でも粘ったでしょ、粘ったでしょ、素晴らしい。759、いやー、もう少しだったな。ナムコ、ナムコまで行きたかったけど、超絶すごい選手できましたね。ありがとうございます。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星759からナコックくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。変化球が超絶強い3球種の16、169キロも超速く、コンスタは SS、 完璧ですね。ただ特殊能力の数が少ないのが寂しいところ。この子は絶対にオーペナ活躍してくれる、それを信じてオーペナ回してみたいと思います。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 2.56、 素晴らしいですね。見事最優秀防御率のタイトル獲得。そして19勝、これもトップで最多勝。そして最優秀勝率もゲット、7割9分2厘。ということで今回のナコクくん、素晴らしい大活躍、4完封の11完投、そして奪三振数は310、圧倒的ですね。 11.4 の奪三振率も立派ですが、2位に100個以上の差と、これはもう大勝利間違いないです。ということで今回のナコクくん、新人王 MVP、 沢村賞ベストナイン、ゴールデングラブ、そして投手4冠達成、完全勝利です。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。